坪井俊介は、日本の実業家。株式会社宇宙創業者、同代表取締役 CEO。探り株式会社創業者、同代表取締役社長。令和元年度農林水産省、デジタル地図を活用した、農地情報の管理に関する検討会委員。IU 情報経営イノベーション、専門職大学客員教授。神奈川県出身。 鎌倉学園高等学校卒業。2014年、横浜国立大学理工学部に入学。大学在学中に、NPO 法人ーティックが主催する私塾、メーカーズユニバーシティの一期生に採択され、その後2016年6月株式会社宇宙を設立。民間発、宇宙教育を起点とした、教育事業の開発、運営を行う。 2017年4月より一般社団法人 DMM アカデミーの一期生に採択された。2018年4月に第3回日本アントレプレナー大賞を受賞した。2018年6月にスワグリー株式会社を設立。2019年2月にネットインザリング大阪ライトラウンドにて優勝。2019年7月にシンギュラリティユニバーシティグローバルインパクト。 チャレンジジャパンにて優勝。2019年9月5日に、インドバンガロールにて、スワグリー株式会社の子会社となるスワグリー、ベンガロールプライベートリミテッドを設立。2019年10月11日に、世界経済フォーラムが任命する組織、グローバルシェイパーズコミュニティにて、グローバルシェイパーを務める。二千十九年十一月十八日に、農林水産省における、 デジタル地図を活用した農地情報の管理に関する検討会の委員を務めた。2021年6月2日に衛星データで農業課題の解決に取り組む探り株式会社はリアルテックファンドをリード投資家として港キャピタル株式会社池田先週キャピタル株式会社株式会社広島ベンチャーキャピタル兵庫神戸スタートアップファンドタエンジェル投資家等を 引き受け先とする総額約1.55億円の第三者割当増収を実施した。ありがとうございます。